はい、こんにちは、ズンゾーです。今回ですね、国連の闘技場やっていこう。で、ネメアシステム使っていこう。で、まあ、この動画はですね、まあ、攻略したい人向け、あの育成枠もありつつも、まあ、初クリア報酬、初クリアしたい人向けに作ってきました。一応ね、なんか、初心者さん向けに作ってきたわ。で、オロチ、リーダーオロチ、左から紹介していこう。で、遅延とか、これも全くいらなくて、で、聴覚線も何でもよくて、で一応コンボドロップはつけましょうかね。一応コンボドロップはつけた方がいいかもしれない。で、この根性持ち、イントネーションおかしい。あの根性のリーダースキル持ってるんで、まあ、この極連の闘技場がノーマルダンジョンなんで、まあ、単発攻撃しか飛んでこないんで、まあ、相性いいと。で、遅延もなんなら刺さるんで、結構いいね、これ。で、ネメア。1体、111にしたけど、これ全く意味ないですね。無視してください。で、聴覚性何でもよくて、で、ビッグマムの武器つけたんですけど、まあ、これじゃなくてもいい。全然。ビッグマムじゃなくても、なんか、今さ、この、なんだっけ、ガンホーラの友情ガチャで手に入る。デメテル？これじゃないな。これか？ニュンペイ。ニュンペイのカード？ニュンペイのカードでもいいな。これでも代用できるかもしんない。これでいいと思うわ。で、ちょっと戻りまして。で、まあ、一応、俺はビッグマムにつけて、まあ、一応ね、回復もりもりでやってきたんだけど、まあ、いや、そんないらん気がするわ。ビッグマム。で、2体目、まあ、聴覚性なんでもよくて、で、ビッグマムにしました。まあ、どれでもいい、なんでもいいと思うけど、で、聴覚性なんでもよくて、3体目。で、ビッグマム。まあ、ビッグマムじゃなくても、さっきのニュンペイのカードでもいいと思う。で、ミニホノリ。まあ、この子が育成枠。育成枠のミニホノリンです。で、聴覚性は何でもいいっていうか、もうこれはもう育成枠だからもう全く関係ねえか、紹介したくていいか。で、まあ一応、育成枠のところに継承でこのコンボドロップの武器つけたらいいのかなっていう感じはする。腰丸、まあこれは無課金キャラなんで、腰丸はいいのかなっていう。で、クロコダイルが、聴覚性何でもよくて、で、上限解放つけた方がいいかな、一応いいかもしれない。で、武器がウソップの武器なんですけど、これが副属性変更キーしないと、わりかし火力足んないよってなっちゃうんで、やってこう。で、1階ですね。1階が、これ打って、で、もう、パズルしていく。淡々とパズル、OK。で、これでまあ、9、10、OK。まあ、落ち込んでなっちゃったけど、これでまあ、一応削ってみて、OK。いいね、いいね。で、黒兜溜まっちゃったか。ちょっと打つか。打つ意味があんまなかったけど打つ意味があんまりなかったかもしれないけど、まあ許してください。で、まあ一応こう言って、まあこんな感じでどうかな、こんなんでいいと思うわ、適当でいいと思う。で、10コンボいかなかったけど、10コンボいかなくても、まあこれで残っちゃうじゃん。でもこっちも残るっていうこっちも耐久できるっていう、なんともゾンビパっていう、いわゆるなんか昔のゾンビパみたいな感じの使い方ができると。で、そうやな。まあ、水にしとこう。なるべく多くしとこう。で、回復もしっかりできるの、これ。まあ、今、回復落ち込みめっちゃ来たけど、まあ、これもいらなくていいですね。まあ、回復落ち込みとかなくても、自動回復でなんとかなるっていう。で、打って、まあこんなもんでいけるでしょう。ここで、まあ一応組んでみて。なんならこの腰丸、なんかスキルターンが短い育成枠の人だったら、一応激減スキル、まあ、使えるっていうのも、まあそういう使い方もできるっていう。で、まあ一応組んで OK。で、まあいざという時にオロチも使えるっていうので、すごいこのオロチはすごい優秀ですね。オロチめっちゃ強いね。で、4回エリカ様。4回はエリカ様なんで、まあエリカ様もちょっと倒していくか。で、まあ列とか組んで、列はないけど列組んどこう。で、11コンボ。はい、回復エルジ。オッケー。いいね。押し込んが。チェックがいいです。ちょっと削って、まあ大体2パン。大体2パンだわ。なんか、めちゃくちゃなんか、ワンパンハイみたいな感じではなくて、割かしね、2パンですね。割かし2パンな気がするわ。で、
倒して、で回復もしっかりできると。で、5回ですね。で、ここが2体出てくるから、ちょっとオルチ使ってみようかな。で、これ打って、でサーブルズも、まあ、貯めてもいいけど、もう自然と溜まっていくか。これはもう貯めなくていいか。OK、まあ、こんなんでいいかな。こんなもんで。7、8、9、10、11、はい。はい。で、まあ、こんな感じで削れないと。なので、遅延は結構欲しいね。ここでの遅延は割と効いてくる。割かし効いてくるんで。まあ、こんなもんで。で、10コンボ、はい。で、倒せるかな？うん、倒せるね。オッケーオッケー。で、6階ですね。6階が、ロミア。肉球ロミア。肉球ロミアは、まあ、ここもまあ、まあ、この十二ゲシあったわ。よかったよかった。十二ゲシあったんで、これで削っていこう。削って、まあ、2パンですかね。大体、本当に。大体の敵は2パンでできる。2パンできるんで、2パンでやっていこうって感じかな。うん。これで、耐久して、いいね。で、まあ、この木の量はすごくいいです。すごくね、これ、削れると思うんだ。俺は。あと1コンボ。あ、でもコンボドロップ作った。ありがとう。削れる、OK。で、7階ですね。7階がソニア。ソニアは、あー、色がちょっと足んねえか、これ。8個あれば、あれできるわ。でも、そんな死ぬことはねえか、しかも。しかも、そんな死ぬことはないっていう感じはあるんで。まあ、全然大丈夫かな、これ。で、まあ、こういう時もあるわ。こういう、なんか、12ゲシできなかった時もあるなっていう。その時はその時での、まあ、ランクルナイスだっていう感じです。で、打って、で、まあ、一応、回復ってかの、回復ドロップないんだけど、まあ、大丈夫ですかね、これ。これなもんで、ちょっと盤面いっぱい消していこう。盤面消しておいて。で、まあ、倒せないでしょ、絶対。絶対倒せない。で、こっちも絶対死なない。絶対に倒せない敵と、絶対に死なないパーティーっていう、ここ立てですね。めっちゃ噛むんだ。めっちゃ噛んだ。で、すごいな、今。めっちゃ噛んだを噛んだわ。ホコタテですねっていうのを噛んで、で、そのめっちゃ噛んだっていうワードも噛んだわ。すごいな、これ。で、削って、OK。で、打って、まあ、一応、まあ、こっちも死ぬことないんで、まあ、一応回復とかしとくか。一応念のため回復とかしといて。で、削って、まあ、火パワー、火属性。火属性は割かしきつい。割かしきちい。まあまあきちい。で、こんなもんでいいか。こんなもんでいいでしょう。で、まあ、どうなんだろうな。上限解放とかつけたかも。上限解放とかつけてもいいなって思っちゃった。あ、でもそんなにでも火力出してないか。火力出てねえわ。で、8回。スミレ。スミレは、どうかな、これ。突破できそうやな。ワンパンできそうやな。こんな感じで、ちょっと削ってみよう。で、削ってみよう。いいね。いいね。いいね。あ、いいね。で、いける？あ、やっぱ2パンかな。大体2パン。大体2パン。で、まあこんな感じで、まあ、コンボも重視。コンボも割と重視しておいた方がいいかもしんない。で、12コンボ、はい。あ、上限解放とかいらねえわ。上限解放はね、全くいりませんね、この。全然火力出してないわ、ネメアちゃん。火力がもうかわいいかわいい。で、まあ、こんな感じでどうかな。うん、こんなもんで。で、まあ、ここも多分、単発でドーンって来るだけなんで、こっちも耐久できるっていう感じですね。で、あー、少ねえ。ちょっと少ねえか、これ。まあ、でも、コンボドロップは作れるから、作れるものは作っておいた方がいいんで、作っておこうか。で、まあ、枝豆は作っておいて損はないっていうのが結構おじいちゃんが言ってたんで。で、耐久して OK。で、まあ、あれ少なくない？あ、でも12個あるわ。12個あるっていうので、でも、まあ、こんな感じでいいでしょう。で、とにかくこういう感じで削っていく。
まあ、死なないんで、こっちも絶対死なないんで、大抵のことがない限りは死なないんで、まあ結構削ってこっちも死なない、ゾンビパ、新時代のゾンビパ、新時代ゾンビパ現る。 OK で、いやこのいいね、懐かしいなこのレインボークリスタルとかなんか詰めてた時代懐かしいな。それを結構あの彷彿とさせるっていうで打って、でそうね、ごめんなさいね、あの初見の方いたらさ申し訳ない、あの初見の方いたらさ申し訳ないんですけど、あのすごい活躍悪いでしょあのすげえ活躍悪くて、ちょあんまり全く動画と関係ない話しちゃうんだけど、滑舌がめっちゃ悪いんだよね。で、あの一応あのゆっくり喋ったら、これぐらいゆっくり喋ったらあの滑舌よく喋れる、わりかし滑舌よく喋れるんだけど、でしかもなんか動画補正っていうか、動画のなんか緊張はないけど、動画を撮ってるっていうあのことがあるからちょっとね滑舌がね悪い時はめちゃくちゃあるっていう、めっちゃ滑舌悪いっていうのがめっちゃあって、すごいそれがまあ見づらいかなと思っちゃう。皆さんがすごい初見の方とかチャンネル登録してくれてる人はもう俺の滑舌もなんか許してくれてる感じがするけど、あのなんか 見づらいかなと思っちゃう、初見の方は見づらいかもしんねえなって思っちゃうんで、まあそうね、ちょっとこれ、まあ、滑舌の問題はちょっとなんかごめんなさいっていう感じ。なんかでも普通になんかこの滑舌込みで面白いっていう言ってくださる方も結構いるんで、まあ、それはそれで嬉しいんだけど、まあ普通にまあ、 なんて言うんだろう滑舌は良くしておきたい滑舌は良くしておきたいんで、まあ、一応、まあ、ゆっくり喋るか、なんかゆっくり喋ったらわりかし滑舌めっちゃいいんで、あの早口で早口になっちゃうんです。動画撮ると早口になっちゃって、なんか何喋ってんの、何語みたいな日本語喋ってますか僕みたいな感じになっちゃうんで、ちょっとスピード落とすか、喋るスピード落とすか、渡辺陽一ぐらい喋っていく、戦場カメラマンの渡辺陽一ぐらいゆっくり喋るとわりかしあの滑舌よく喋れますっていう話でした。でまあこう言っていいね、これでうんいいでしょう、これでまあ遅延がやっぱ効くわ遅延がめっちゃ効いていいですね、ノマダンですね。で倒せないで、メノア打って、メノアじゃないわ、ネメア打って、まあそうね、ここのウソップとかのところはパズルやばい、ウソップのところはね割と副属性変更キーとか、あの例えばバッケスとかの方が、まあ、割りかしレスとかもあっていいかもなって、打っちゃった耐えるんかい、しかも耐えるんかいで打って、これはもうこれでいけると思うわ、それもでいけると思うわ。でまあ倒せるかな、まあとにかく攻略 したい人向け、攻略をしたい人向けに組んできました。 OK クリアです。でまあ、一応クリアしたんだけど、どうですかね、あレベル上がった、いいねでまあとにかくオロチ、リーダーかフレンド、オロチがいて、リーダーかフレンドクロコダイルがいて、でサブにネメアがいればもうなんとかなるなんとかなるなっていう感じがしたわ。でこのビッグマムじゃなくても全然、なんだっけさっきのガジャ武器なんだっけ、あのニュンペイか、ニュンペのカードがまあ割かしいいかもね。自動回復2個しかないけど、まあこのまあドロケもあるし、このニュンペイのカードでも一応代用はできるかなっていう感じはするわ。そしてバッジは攻撃バッジの方がまあ安定というか、別に HP バッジにする必要もないし、回復にする必要もないし、まあ、消去法で攻撃バッジにしてるだけでそうですね。よし、もしよければチャンネル登録高評価お願いします。じゃあねー。